ないんだ別に、その厳しい感じは、まあ、あちゃーみたいなは、もっと待ってもいいぐらいで、あー、濃いよっていう話を戻すと、はい、3年生のどのぐらいの時にまさかやるかもってなった。いや、感づいていたのは1年生の時から感づいてまして、その1年生の後半から、はい、失礼します、来た、どうぞ、プリンとティラミスです。どっちですか、どちらもらえてますか。これは、これは、これは、すみません、ティラミスです。なんか応援係っていう制度があって、うん、チアプラスリーダー全部応援係っていうのを出すんですけど、うん、1年生の後半から応援係になりまして、ね、うんうん、そのあたりからも先輩と2人で行動することがあったんですけど、1人で行動することがあって、いろんな話を聞いているうちに結構引き継ぎをなるほど、こうやってやるんだよとかちょっと感づいてはいない。なるほどね。え、じゃあ人事は1個上が決める？1個上の意見を聞きます。で、自分たちで決めるの？そうです。じゃあ自分たちで話したんだ。話し合いはありました。他にもなりそうな子がいたんだ。女の子だけど、なんかこいつも団長でいいんじゃねみたいな候補が他にもいた。じゃあ副団長になった子が、うん、一応その子でもそれは、でもどっちもやりたいというか、あったの？どういう感じ？どっちもやりたかったわけじゃないですけど、なんかどっちかやんなきゃだねみたいな。そうです、どっちかが責任取ってやんなきゃだねみたいな、そういう感じの話し合いを2人とかで、うん、はい、2人でした。うん、それすごいやばいね本当はだってずっとチアの衣装着てチアやってたんでしょ。当時はそうでした。ああああ、チアリーディングのために大学に入ったよね。そうだよね。そうだったんですけど、なんで袴着るのみたいな感じだったよね。最初はそうですね。その変化みたいなのがすごい知りたいんだけど。で、幹部交代式で、うん、まあ、応援歌を初めてそこで披露したんですよ。その時に結構先輩方、OB 先輩方とかが褒めてくださって、で、なんかそれで、なんか、あ、いいんだなって思って。でも一番は、連盟の委員長を一個上の先輩がやってて、その姿を見ちゃったので、そう、自分が団長になるって決まってる段階で、あ、これはもう予約応援団を引き継いでいかなきゃだなっていう、もう涙が入ったのはあります。なるほど。だからちょっと女の子だけど、しっかり行くぞって感じで、こう、腕まくりするじゃないけど。そうですね。で、1年間突っ走るの。そうです。悩みとかはありましたか？悩みは、やっぱ部員が入らないから、いやー。なんとしての悩みだったんですけど、悩みはないかも。途中はもう止まることなくやもう結構やっぱ、え、現役中僕会ったことないじゃん、はい、はもうオラオラもう行くぜお前ら、お荷物持っとけよ俺じゃないけどもうお前らちゃんとやるぞ、まあ、ちゃんといや、まあ厳しく怒ることもあったんですけど、それは、え、後輩のリーダーはいるの？男はいないです。いないんだ。今もう女帝国。そうです、女帝国ねブラスも、ブラスには男いないです。女帝国全員。じゃあもう女人島だね。そうです。ワンピースでルフィが飛ばされるところだね。そうですね。行きたいあの、なんだろう、ボクサーパンツで飛び込んでこうなんか転がりたいよくわかんないですあの クイーンの I want to break free の PV の途中みたいなやりたい、差し込んでおきますそれやりたい、うん、すごいね。じゃあ女世界を作ったの？別に男も入れるの？入れるのに入ってこなくて、うんうん、で勧誘もするけど、はい、明治学園はおしゃれだもんね。いやでもなんか女の子がガーってやってるの俺逆にいいと思うわ。男だけで作ってんならもう男だけで本当に継続的に続く、そうも作り上げてればいいし、楽しいね。ゼロなので。じゃあ今もゼロ？今もゼロ で、じゃあ逆に引っ越したも袴着てわーってやってる？やってます。嬉しい。嬉しいですね。見に行くわけだからね。今年はあれだけど、わかんないんですけど絶対行きます。やばいね。そういう熱い女のなんか絆みたいなのがありますね。あるわけですね。これ僕ね、今回この
話というか、実はこの応援団的に大きなこれ意味があると思いまして、まあ、ちょっとプリン食べながら聞いてください。食べながら、はい、なんか応援団今全日本全国的に人不足、今も出てきたように入らないとか、お取り壊しじゃないけどもういないから潰れちゃうみたいな、応援団のこれイメージを変えていかないと俺はこれまずいんじゃないかなと。でせっかくこう応援団だけというか応援団に特化したこの YouTube というか メディアを一個やってこれやってるから、なんかそういう新しい姿っていうかいろんな可能性を、結構応援団の人とか年齢高い人も見てくれてるんだけど、はい、応援団に興味ある人とかもそういう人になんかこう一個示せたらなってすごい思ってて、その中で僕一つすごいこれって面白い姿だよねって思うのが、この彼女の安田スタイルだったというか、木村崎さんの大学スタイル、ね、残してきたものが今あるわけで、自分がもう触れなくなってちゃんとなってたら自分がやったこと正しかったって初めて思えたりすると思うの。で俺今出産してちょうど自分の4年生の1年生が4年生になって卒業した今1個目の、だから俺知らない人が今4年生っていう感じなんだけど、でこの前さコロナでさ、はい、なんか応援とかなくなっちゃったけどっていうなんか記事があって、はい、その後輩が書いてたんだけど、その知らない後輩が俺が先輩に言われたことと同じこと言ってるわけ、その時にすごいなんか嬉しいなっていうかすごいなって思ったんだよ。なんかそういう風に見守れたらいいよね。なんかそうですね、そういう感じでなんか自分が威張るだけじゃなくこうやれたらいいなと思うんですけど、じゃあ一回この動画終わるんですけど、次の動画でちょっと僕めちゃ面白い話します。めちゃ面白い俺の分析していいですか。はい、めちゃ面白い分析します。成功します。ありがとうございました。ちょっとプリン食べて。食べる？食べます？うん。美味しかった。